せっ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 せ今日開けっぱなし。あーす。いやー、最近マジ暑い。もう半袖。はぁ、なんか暑いな、もうすでに。皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ということでちょっとね、遅らばせばながら遅なんか難しいな、遅遅らばす、遅なんだっけ、調べよう。遅らばせながら、遅らばせながらこの動画です。いや、もうこの動画ね、撮ろうと思ってて、昨日のモンスターエナジーの新商品の動画も出してえなって思ってたんですけれども、なんかニューヨーク行ってたり、あとなんかいろいろこう撮影とかでなかなか撮れなくてお辛かったんですけれども、今回僕がマジでこれ紹介したかったなってやつを買ってきました。それがおやーす、ポン。ということで、ドリッチどん兵衛全部のせうどん。あざさす。もう私本当にね、やばい、最近食生活が本当にやばくて、あの一人暮らししてるとやっぱ食生活乱れるっていうのはあるあるなんですよ。パンしか食べなかったりとか、そういうね方が周りに多いんですけど、友達とかでも大学生なんでね。僕はね最近ラーメンなんですよね。なんか飲み会が多くて焼肉ばっかっていう週もあれば、もう最近はもうコンビニのカップ麺カップ麺ばっか。ちょっとね、まず体調に気をつけたいなと思うんですけれども、こちらの商品ね、なんと今回300円します。結構高い。で、この商品説明見ていくと、4月23日の月曜日から発売してるんですよ。だから、まあ、約10日くらい前に発売してる商品で、もうマジで20日くらい前から僕、うわ、これは欲しいな、これは買ってレビューしようって思ってたら、いろいろあって撮れませんでした。やっと撮れる。嬉しい。YouTuber あるあるで、撮れないとフラストレーション溜まるとかあるんですよ。ふっくらお揚げ、皆さんいつも食べてる僕一番大好きなお揚げ、これですよ。これふっくらお揚げと、ちょっとなんか下の方で追いやられてますけど、サクサク天ぷらで、ここになんかジューシー牛肉っていうのが入ってて、なんかもう全部のせなんですよ。もうとりあえず今までのどん兵衛今までのどん兵衛に入ってたやつがもう全部入ってると。準備に手間がかかるためなかなかできなかったが、誰もが一度はやってみたかった夢の全部のせをぜひともお楽しみください。公式ホームページ結構楽しく書いてあるね、なんか。で、結構これね、なんかチャームポイントみたいなのがあって、具材のボリュームがあり、通常パッケージでは、すべてが入りきらないため、かぶせ蓋のついた特別パッケージを使用しています。それが高い理由なんですよ。これ、コンビニで300円でした。結構高い。290円。うん、290円プラス税だから300円。ちょっと中見ていきたいと思うんです。あ、オートウェイチさん。オートウェイチさんです。オートウェイチね。オートウェイチね。オート。ちょっと。こう、パッケージを取ると、ここがね、余分なんですよ、今回。いつものパッケージに、これが付いてるからコストかかってんです。多分、それもね、高い理由の一つだと思う。で、こうあって、こう取ると、これ、紙になってんの、これ。エコな感じですね。で、はい、これ、後乗せサクサク天ぷら。これが、なんか、そんな好きじゃないんですよね。僕、どっちかっていうと、ふっくらお揚げの方が好き。わかんないですよ。僕、最近食べてないんで、小学校の時に食べて、独特、みたいな思って、イメージがあるんで、どうなんだろうな。ちょっとまあ全部のせいでどう合うのかっていう。あとね、僕年齢重ねて好きになる現象あるじゃないですか。僕ね、昔ね、キュウリのキュウちゃんですら、なんか、うわ、なんか気持ち悪いなってなってたんですよ。漬物ってなんか、うえーみたいな感じだったんですけど、最近はもう好き。それでは、おとぎチャンネル、いきます。今、いい音取れたんじゃないの今。で、中身見ていくと、はい、こちら中身見ていき、あー、開けすぎるとお湯入れられなくなるからね。こちらに粉末スープと彩り七味が入ってます。で、触っちゃいますけども、でこれが僕が大好きふっくらお揚げで、この牛肉、ジューシー牛肉っていうのがちらほら入っている感じです。あー、香りがいいね。やっぱね、僕ね一番やっぱこれが好きこれが好きなんですよ。なかなかいないよ、このふっくらお揚げだけこう持ち上げてこれが好きっていう人はなかなかいないですから。それでは、ちょっとお湯入れてこようかなと思います。待ってよ。このサクサク天ぷらって後乗せってことはさ、食べる直前に入れるの。おぉ、いいな。それでは、お湯入れてまいります。はい、で、これ、ちょっとお湯できたんで入れたいと思います。片手でやる難しさね。片手、ちょっとお揚げにこうね、お揚げに、あー、お気持ちいいって言ってる、気持ちいいって言ってる。あー、気持ちいいよ、これ。あ、待って、ミスった。これミスった。粉末スープ入れないで、粉末スープ。そうそう、こうやってやって、よいしょ。よいしょ。これちょっと沈めたいな。ちょっと沈めたい。ちょっと下行ってちょうだい、下行ってちょうだいっつって、ちょっとこう、あとお揚げもね、お揚げもちょっとこう沈めて、元気になってもらわんとね。それでは3分、あ、5分か。5分だ。5分待ちたいと思います。あっさ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 っす。すごいいい香り、マジでいい香り。これ全部乗せ、これ、必要あんのかな、これ。乗るのかな。今お湯5分経って持ってきたんですけど、これ今牛肉がちらほらあって、で、お揚げがあって、で、うどんがあるという形でございます。まあ、なんか同じ感じですね。まあ、ちょっと、こう、牛肉が入ってて、ゴージャスだなって感じなんですけども、入りきんのかな、このサクサク天ぷら。これもね、入れたいと思います。
ザーッとやると伸びちゃいますから、麺がさ。見ていきますと、こんな感じ。おーよく見るやつ、まんま入ってます。じゃ、これを入れるってことでしょ？これを、ポトン。え、こういうことこれでいいの？ちょっと待って、これ、ちょっと沈めてみましょう。え、後乗せだからいいんだよね。これちょっと沈めて、このサクサク感を味わうんですよね。でもすごい、一気にゴージャス感が増しましたよ。じゃあちょっといただきたいと思います。うわ、すごい。これね、どん兵衛の人が言ってたんですけど、どん兵衛の中の人、どん兵衛の運営さんが言ってたんですけど、おはぎは先に食べた方がいいらしいです。なぜならば、熱湯で、旨味成分が外に逃げてっちゃうらしいんですよ。なので、最初に食べるらしいです。いただきます。イージーミス、超でイージーミスをした。いや、こぼしたとこぼした。お揚げって水分めっちゃ含んでるんで、噛むとジュワって出るの当たり前っていうね。皆さんお気を付けください。あー、でもやっぱ揚げがうまい。揚げが、うん。でもさ、これ300円なわけですよ。たださ、外で300円でうどん食べるってなると食べらんないですよね。結構450円とか取られるじゃないですか。うん、うん、うまっ。今ね16時ぐらいなんですけど、朝から何も食ってなくてもうね偏りすぎ。いただきます。うん、まあ揚げがなんつうの、これ分かれますよね。揚げ先に食べちゃうと、うどんがちょっと悲しくなるから、僕はちょっと残しとく。で、最後うどんと食べるっていうね、ちょっとあるあるがあるんですよ、僕の中で。ルーティーンがあるんでね。それではうどんの方もいただきたいと思います。これ味変わんのかな。いただきます。うん、いつも通りいつも通りが最高。そのさ、ダメないつも通りじゃなくて、いつも通りうまい。僕ね、一番好きなのはカップヌードルの、どん兵衛じゃないんですけど、カップヌードルのシーフードとカレーと普通のやつが好きなんですよ。で、その次にね、赤いきつねが好きなんで、これうどんがマジ大好きなんですよ。うん、うまい。うん、やっぱ幸せ感はありますね。味のレビューっていうよりも、まあ値段との比較かなって感じですけど、最後いただきます。うん、うめえ。この落ち着く味。なんかね、台所でこれお湯をご飯待ってたんですけど、もちろん充満するわけですよ、この香りが。充満した時になんかね、おばあちゃんちの匂いがしたんですよね。なんでしょうね、これ。なんか多分ね、出汁の香り、出汁の香りがしたんですよ、すごい。ちょっと牛肉いただきたいと思います、牛肉単体で。あー、なんか食堂の、なんか食堂って感じ。牛肉はね、なんかビーフジャーキーみたいな。ビーフジャーキーみたいな味します、ほんとに。うん、うまっ。単純に朝から何も食べてないと全部美味しく感じる説。うん、うん、うまっ。じゃあちょっとこれ揚げがね、こうサクサクのうちに食べないともったいないんでね。いただきます。うん、うん、結構久々に食べました、僕。本当に多分小学2年生ぶりぐらい。本当にそうです。あ、でもなかなかうまいな。いや、でもね、僕はお揚げの方が好き。なんかこの天ぷらがね、すごいなんかこうすぐこうしなっちゃうっていうんですかね。あのサクサクしててもなんかちょっと独特というか、うん、僕はお揚げ派。ちょっとこう一緒に食べるっていう作業してない。一緒に食べないとダメだよね。一緒に食べないとやっぱ真の力は発揮できない。それではいただきます。うまっ。ほんとうまいな。あ、そうそうそう、これね、これタンブラー、これタンブラー、タンブラーマジ便利っすよね。でもこぼしたら終わるな。ここもうパソコンとかあるからさ。これね、あのね、20歳になった時にあのファミツアップの和原佐藤さんがくれたんですよ。ここにね、ハッピーバースデーキヨキヨって書いてあるんですよ。あらす、あらす、もう使わせていただきます、本当に。あー、で、さらにね、僕ちょっと調子乗ってるだけなんですけど、あのね、最近天然水活をしてるんですよ。あのね、今日も元気な姫路城もえりんですさんのもえりんさんが天然水、これ言っていいのかな言っていいのか、いや、いいでしょ別に。多分に天然水2リットルを毎日飲んでるらしいんですよ。そうするとやっぱ健康にいいってところでもえりんさん飲んでるらしいんですけど、それちょっとパクったろと、それパクったろということで、なんか健康に良さい天然水だから、僕ね、天然水箱で買ってるんですよ今。あー、やっぱ日本人やな結局は。ちょっと最後いただいちゃいます。これ牛肉とうどんのセットも食べたいな。いただきます。んうまっ。まあ、昼飯どこに食べに行こうかなと思ったけど、もうこれで十分っすわ。ボリューミー、これ僕はちょうどいいっすね。高校生ってマジ本当無限に食べるんですか。僕が高校生だった時、一応小食だったんですけど、周りから見て小食だったのに、今思い返すとめちゃめちゃ食ってたなって思いますよ。カップ麺とかマジ2個とか、なんか締めにカップ麺2個とか食ってました気しますの。うん、うん、うまっ、ほんとうまい。味のレビューするとイベント感が強いなっていう気がしましたね。楽しい、普通はできないことを一つの商品でできたっていうなんか素晴らしさがありますね。で、味はもうマジうまい。もういつもの感じにこうそばの天ぷらのボリューミー感が加わってって感じで、これうまいわ。これはね、期間限定だからこそ幸せ感があるのかもしれない。はい、ということでブリッジ全部のせうどんを食べていきましたけれども、今日のね、ちょっと様子発表したいと思います。うわ、これ難しいな。なんだろう、なんかね、普通なんですよね新商品とかってすごい感動があるじゃないですか。うわ、なんだこれうまとか、うわ、コスパいいなとか、うわ、これちょっとコスパ悪いんじゃないのってありますけれども、これね、普通なんだよね。
本当に。それでは本日のキヨスター発表していきたいと思います。本日のキヨスター95個あるいやあのね、今気づきました。普通ってことは素晴らしいことなんだなと。新商品で、やっぱ新商品ってなるとこう味を変えてきたり、こういつものあの良さっていうのがなくなっちゃう場面もね、たくさんあると思うんですけども、これはね、うまい単純にうまいんで、ぜひとも皆さん食べてみてください。まあその、永遠にこれを食べたいかっていうとちょっとね、微妙かもしれないです。たまにこういうの食べるとね、なんか幸せな気分だなっていう風にはなれます。なんで気になったことでしょう。食べてみてください。毎日この味でコンビニの気になる商品、新商品を本音でレビューしますので、まだチャンネル登録遅れない方はぜひこちらか青のボタンからチャンネル登録していただけます。私のモチベーションがキュンと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。そしてこちらおすすめのが2個ございますので、まだ別にぜひとも見てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。